壊れていたポーズ人形。友達の話。昔、友達が遊んでいた人形は、リカちゃんくらいのサイズの、いわゆるポーズ人形だった。おばあさんにもらったらしいんだけど、女の子たちがリカちゃんを持って遊ぶ中、一人だけ妙な存在感を放っていた。でも、子供の無茶な遊び方がわざわいして、首の芯が折れてしまった。 仕方なくその人形は、友人の部屋で、壁に持たれて飾られるだけの人形となり、友人が成長するにつれ、忘れられていった。がある時、友人は人形者として海岸、人形にのめり込むうちに、ふとポーズ人形を思い出し、修理しようと決意したらしい。あれやこれや試行錯誤して、なんとか修理が完了した夜、 悲しわりに,にあったらしい。その最中、部屋に虎子どもある大きな猫が入ってきたそうな。猫といっても、浮世絵に描かれる猫のような、現実離れした猫。その猫が、のしのしと部屋に入ってくるなり、友人の腹の上に飛び乗り、喉を鳴らし始めた。で、おもむろに、亡くなった友人のおばあさんの声で、 助かったよ。ずっと首が痛くてね。と言うと、目を向いて、にーっと笑い、消えた。それと同時に、悲しばも溶けた友人は、飛び起きてポーズ人形を探したが、部屋中どこにもない。修理が終わって、机の上に置いといたはずなのに、きれいさっぱりどこにもない。翌日、友人はダメ元で、 母親にポーズ人形の所在を知らないかと聞いたらしい。母から帰ってきた答えは、先週、粗大ゴミの時に捨てた。壊れていたし、ほったらかしてあったから。友人が人形修理したのは前の晩。粗大ゴミは、10日ほども前だったはず。部屋には、人形修理に使った材料が散乱しているし、完成させた覚えもある。 で、友人は、学ぶる。すっぱり人形趣味からは、足を洗ってしまった。友人のおばあさんは、人形に宿っていたんだろうか。いずれにしろ、人形は首をどうしても直してもらいたかったみたいだけど。兄弟。自分は SD 持ちなんだけど、 アイテムすらに常駐しているくらい小物を集めるのも大好きなんだ。で、しばらく前に、会社の近くの駅前に個人が趣味でやっている感じのかわいいアンティークというか古道具屋というのができた。いつも午後から始まって夕方終わっちゃうので中を見る機会はなかなかなかったんだけど、たまたま休日に外出した時に空いていたので入ってみた。 古道具の中にひな道具のセットがあって、普通、ひな道具って、六分の一サイズかなって、ちまちましたものが多いんだけど、それは縮尺がでかかった。中にあった古びた兄弟なんか、まさに三分の一って感じで。鏡の部分なんかは、もう古くて、曇っててほとんど映らないんだけど、薪絵っぽい塗りとか、ひしの金具とかが、 すごくかっこよくて見入っていたら、おじさんが2500円のところ2000円にしておくからって言うから、つい衝動買いしてしまった。もう話は見えていると思うけど、この兄弟がやばかった。まず机の上に置いておいたら、なんか夜中にちらちら光みたいなものが映る。どう考えても、外の光とかが映り込む角度じゃない。 あと、これを買ってから二三日、どうも眠りが浅くて、寝苦しかった。ここまでは、気のせいとしてまあ置いておいて、姉がめいっ子を連れて泊まりに来ていたんだけど、そのめいっ子が、気に入って兄弟をいじっていたんだけど、泣き出すから、どうしたのかと思ったら、知らないおばさんが怖い顔をして映ってた、と言うし、指から血が出ているから、 どうしたのかと思ったら、兄弟の引き出しに噛まれたんだという。小さな引き出しに挟まれたとしても、血が出るようなエッジはない。さらに、夜うなされて、泣いて起きてきた。怖いおばさんに、返しなさいって叱られたらしい。考えてみたら、人形サイズだったから買っちゃったけど、時代がかった、誰が使用したかわからない兄弟なんて、 リアルサイズだったらもろオカルト物件って感じで、絶対手は出さない。なんか、曇った鏡とかも不気味に思えてきて、近所の古道具屋にもろもろと一緒に押し付けてしまった。すごい些細なことかもしれないけど、自分的には不気味で怖かった。人形のアイテムをよく吟味して買おう、ということで。 解体屋。昔の話だけど、シャレにならない系。近所のいわゆる解体屋が、怪しげな商売を始めた。いわく、人形供養します。神社仏閣に関わりないくせに、適当な寺の名前を語って、人形を引き受けて供養してもらうと、客を募っていた。時代的に、 ゴミの分別が言われ始めていた時期で、本職もあまり人形を引き受けたがらなくなっていた頃のこと、そこそこ繁盛していたようだ。解体屋のヤードの隅には、雨ざらしでネズミ色に変色した人形がぬいぐるみが、こんもり山を作っていて、かなり不気味な光景だった。供養するなんて言いつつ、結局は他の廃材と一緒に砕いて、 埋めてしまわれた人形は多分トンタンイだったと思う。そんな解体屋に異変が起きたのは供養を始めてから一年ほど経ってから。最初に社長の孫が水死。まだ幼い孫は解体屋ヤードに設置したビニールのベビープールの中で溺れていたそうだ。その後、解体屋の娘、孫の母が 精神的に不安定になり、人形の山に自ら埋まることがたびたびあった。それから、咳を切ったかのように、解体屋を取り巻く人の子供や若い人ばかりに、不幸が多発。解体屋からは、どんどん人が辞めていき、わずかに残った社員は、社長にお払いを受けるように必死に頼み込んだそうだ。実際、官主さんからお坊さんから、 怪しげなおばさん気投手まで、解体屋に出入りしていた。それでも不幸は収まらなかったらしい。でも不思議なことに、社長には一切危害はない。代わりに、その周りにだけ。社員の実施から親戚、知り合いと、どんどん範囲が広がっていき、最終的に、社長が専務と共に自ら命を絶つまで、 不幸の連鎖は続いていたらしい。実際のところ、社長の死後、解体屋は解体してしまったので、本当に不幸が収まっているのかはわからない。けど、未だ回復しない社長の娘さんの精神状態を見ていると、まだ続いているような気がする。捨てられていた人形。 私が厨房だった頃、年末に、粗大ゴミ置き場に、大きなポーズ人形が捨ててあった。綺麗な水色のドレスで、一目で気に入った私は、お持ち帰り。母に見せたけど、母も、お人形は捨てるもんじゃないしね。あっさり承認。私は、掃除したての室内に、飾って浮かれていた。その日の夜、 冬休みの宿題で、机に向かっていると、ポーズ人形の方から物音がする。ゴミ捨て場にあったから、まさか G、と恐る恐る振り返ると、人形の裾が動いている。そして、何か見える。よくよく目を凝らすと、人形の手が、指の先が、スカートの中から見え隠れしている。え 思わずつぶやくと、指先は一瞬動きを止め、スカートの中に引っ込んだ。人形をひっくり返して中を確認するのがセオリーだけど、自分にはそんな勇気がなかった。ビクビクしながら、人形を掴んで、ベランダに放くした。翌日、母には虫干しと偽って、人形はベランダに出しっぱなし、そのまま、年明けまで放置していた。 そして元旦。行く年来る年も見たし、じゃあ明けましておめでとうおやすみ。と部屋に引き上げた時のこと。窓ガラスがペタペタいっている。ベランダに出した人形を思い出して血の毛が引いたその瞬間。ものすごい勇気を振り絞ってカーテンをほんの数センチ開けてみた。そこには予想通りの人形。 スカートの裾がほんの少し上がっている。ただ、人形を見下ろす状態なので、裾の下はよく見えない。そして、見たくもない。そのままカーテンを閉めると、布団をかぶって強制睡眠。覚えている限り、ずっとペタペタという音はしていた。翌朝、ベランダを確認すると、ポーズ人形のスカートが、ワイヤーごとまくれ上がっていた。 そのまま、適当な空き箱に包むと、初詣に直行、神社のお焚き上げぬいぐるみ箱に入れてきました。もう、十数年前の話です。尊い方。数年前に起こった、たたり騒ぎの話。ことの始まりは、 ひな祭りも近いある夜のこと。突然、近所に住む若い母親 A が訪ねてきた。彼女は開口一番、おひな様貸してください。何でも、義理の母に、おひな様と娘の写メを送れと言われたらしい。冗談じゃない。でも、相手は玄関の中にいる。尊い方。私のひな人形を、 他人になんて貸し出せない。他を当たってくれと、かなり冷たくあしらった。すると A は、たまたま玄関に飾ってあった古い雛を見て、これちょうだい。さらに冗談じゃない。そのおひ様は対象の一品で、元持ち主さんに日産して、礼を尽くして譲り受けた、家宝だぞ。オタクはどうしたんですか 娘さんもう三歳くらいですよね。と聞き返したら、初ゼックの時に、義理の母からおひな台もらっていたけど、使い込んじゃって。結局ずるずる買ってなくて、だからお願いします。お人形を集めてたくさん持っているなら、一セットぐらい。その家は、旦那さんが海外赴任、義理の父と母はかなり遠方、A さん両親はすでに高い。 要するに、監視の目がないことをいいことに、好き放題していたらしい。で、それを察知したのか、今日になって急に義理の母が、どんなひな人形か見せろと言ってきたそうだ。あまりの事故中に、こっちも怒り心と、この母親、決して生活に困っているのではない。むしろ、しょっちゅう近所に子供を預けて、遊び歩いている困った人。 やや乱暴に、無理やり玄関から押し出して、お引き取り願った。その翌日ぐらい、これは別の母親 B から聞いた話。騒動のかなり後になって B から聞いた。A は公園で、私がいかにケチ臭いイカズゴケかを愚じっていたらしい。最初は私への個人攻撃から始まって、話題はだんだんと、ひや人形避難へと流れていった。 古くてカビ臭い人形なんて、こっちからお断りとか、たたりそうで嫌とか、なんだか、A がひな人形の悪口を言い始めた頃から、公園には変な風が吹き始めたらしい。風がわざわざ A たちの周りで、回転していくような。B 以外にも、数人のお母さんたちがいたらしいけど、皆な,なんとなく、妙な空気を感じて、そわそわしだした。 その時 A が、あんなシミだらけの木顔のひな人形、ぶずすぎてうちの子には似合わないわ、と言い放った。その瞬間、どこかでキョンという大きな金属音がしたそうだ。その場にいた A 以外全員がその音を聞き、子供たちも A の娘も驚いて各母親に抱きついた。それで皆逃げるように帰宅。 状況が理解できていなかった A も、ふらふらと帰っていったそうだ。ひな祭りも終わり、私の家もすっかりおひな様の片付けが終わったある日、子供あろうに、恒例の尼さんが訪ねてきた。これは誰だと、目が点になっていたら、ものすごく丁寧に、A の義理の母親だが、孫が尊い方に大変な失礼をしたようで、謝らせていただきたい。 というようなことを言われた。尊い。私じゃないよな。と思いつつ、尊い方ってどなたのことですかまさか、お雛様ですか答えは案の定、お雛様です。勝たしちゃったから、出し直すまで鋭卓で待っていてくれと、とりあえずお引き取り願い、こう一時間後に、お雛様に対応出し、 A 宅に向かった。A 宅には当然 A がいたんだけど、A の顔は腫れ上がり、赤い斑が浮かんでいた。私を見て露骨に不機嫌そうな顔。びっくりしていると、奥から顔を出している A の娘も似たような状況なのに気がついた。A の義理の祖母は何事もないように奥の部屋から現れると、 まだ固まっている私を促して、私の家私の家で、おばあさんは、おひなさまの前に、とても高価そうな和菓子と、白酒を備え、よくわからないお経を30分以上あげてから、帰って行った。後になってから知ったのは、A の義理の祖母は、いわゆる拝み屋さん。遠方に、A 義理の祖母と、 共に暮らしていたんだと。ある日突然このままじゃひ孫ま,まで取り殺されると叫んで駆けつけたそう翌年 A は旦那の帰国とともに旦那実家に引っ越していきましたけど今頃どうしているのやら跡取り娘の仕事先祖 大名が大量虐殺を執行した家系だが、男は創生する習わし。後取り娘は大量の人形を秘密の一室に大事に飾って、世話をしなければならない。婿殿がそこそこで死ぬと、次の後取り娘が人形を集め始める。それも、母親の集めた人形は、全部骨董屋に手放して、 一から自分の気に入った人形を集める。その一室にずらりと並ぶくらいになると完成で、婿もうまく見つかる。その繰り返しだが、結婚後に人形のお世話をするのは、後取り娘の仕事。それぞれの人形の前にずらりと朝と晩に食事を並べ、後で下げる。髪をすいたり、 季節に合わせて着替えをさせたり、面倒を見る。それを怠ると、娘も婿も、子ができないうちに創生する。すると、文家から養女をもらって、同じことの繰り返し。地元では名家で通っているが、君はれがって地元の者は婿に入らない。近年は、後取り娘が高等教育を受けながら、 遠方から婿を探してくる。大金持ちの大事主だし、とにかく美人で、惚れ惚れするような魅力がある。人形部屋の存在は、婚姻後に知ることになる。でも、なぜか逃げ出す婿はいない。俺が大学時代、すげえお嬢で超美人がいた。結構偏差値が高い東京の大学な。仲良しになろうと近づこうとしたら、 その同郷の奴に、さっきの話を聞いた。躊躇しているうちに、イケメンの彼氏ができて、向こうに入る約束で婚約したのは知っている。その後はわからん。奴の出まかせかもしれないし。でも、俺的には気持ち悪かった。この話を人にするときは、絶対に場所を教えるなよ。と口止めされた。たたられるぞ。 とやつが言うから、ここまで。嘘か本当か、俺は知らん。映り込んだ女。学生時代、飲み会で、ふざけて撮られた写真とかのうちの一枚に、いるはずのない女が、俺の肩あたりから、顔半分覗かせるようにして映っていた。 それを最初に見つけた女子は悲鳴を上げ、その場はあび共感となった。友人らに、お前絶対お払いしてもらえ、と言われたが、俺は違う意味でビビった。その映り込んだ女は、数日前、俺が初めて顔を描いて、カスタムした、六分の一ドールによく似ていたからだ。顔立ちはぼんやりとしかわからなかったが、全体から受ける印象、 雰囲気で、直感的にあの人形だと分かった。一応、美術系の学校なんだが、人形趣味だってことは、友人には絶対秘密にしているので、真実を話したら、モをた扱いされるのが怖くて、結局、あ、俺、心霊とか全然信じてないから。デジカムのプログラムのバグじゃねそもそもこのハイテク時代に心霊写真なんてあるわけ。 みたいにしてその場を切り抜けた。そして数日後、お絶海な女子が、知り合いのオカルト好きの女に、写真の鑑定を頼んだらしく、それによると、写り込んだ例は、中学生くらいの女の子の例で、俺は初恋の相手として密かに思っていたが、病気で死んでしまい、今でも俺を思ってついてきている。他の女性と付き合おうものなら、 嫉妬して呪い殺されるので、女性とは付き合わないこと。ただし、男性の恋人を作れば運気が上昇する。という、微妙な鑑定結果を返された。正直、インチキ臭いのでスルーした。その後学校を卒業し、美術系とは無関係な会社で派遣社員をしているが、人形趣味にどっぷりハマり、自然と生身の女性への興味は失った。 写真に写り込んだ人形以外のカスタムドールも結構作っているけど、これといって呪われてはいないと思う。毛筆を作るサービス。以前、文芸屋に勤めていたことがあるんだ。で、ある日、レジ横に結構大きめな人形の生首がゴロンって転がっていた。 ギゃーってなもんで、もうびっくりしたのなんの。顔はよく覚えていないんだけど、一馬三系の、とにかく黒髪おかっぱ系。どうやら、前日来店したお客さんのものらしい。ほら、初動用具扱うお店にあるでしょう。赤ちゃんやペットの毛で毛筆を作るサービス。それに、お人形を持ってきた人がいたんだな。 このお人形の毛で筆を作ってって人が、お人形はできるかわかりませんで伝えたら、この子はただのお人形じゃないの。ちゃんと食事もとるし、髪だって伸びるんだから、とおっしゃる。実際、お人形の髪で受注できるのかわからなかっただけで、お断りしたつもりはなかったんだけど、お客さんは切れる切れる。丁寧に謝って、 とにかくメーカーに問い合わせてみますから、と言って、その日は帰ってもらった。で、その日のうちにメーカーさんに電話した。毛筆というのは、毛の一本一本の先がシュッてしていないといけない。つまり、ハサミを入れていない赤ちゃんの産毛、そういうものじゃないと、綺麗な毛筆にならない。人形の毛で受注は一応受けるが、仕上がりは、 よくても刷毛レベルにしかならない。さらに言えば、それが筆に加工する工程に耐えられる材質かどうか、という問題もある。そんな話でした。その通りにお客さんに電話で伝えた。お客さん曰く、この子にはいつも手入れをしているから、紙にハサミを入れてあると。そうですか、残念ですね。とお客さんも納得してくれた。 なのに、なんでレジ横にあるんだ、生首が。店頭で受注した場合、預かったものはチャック付きの袋に入れて、伝票を貼る。たとえ後になって、お客さんが注文していったとしても、生首で転がっているはずはないんだ。お客さんに電話したら、取りに来た。昨日の忘れ物ですよねって一応聞いてみたんだ。愛おしそうに、 カバンにしまって帰るのを見届けたから、そんなはずはないんだけど、お客さんも首をかしげていた。昨日の電話の、そうですか、残念ですね、の時に、そのお人形の頭を撫でていたそうだ。じゃあなんでここにあるテレポート。そもそも、人形の毛で筆を作りたかったのは、筆にして持ち歩けば、いつでもどこでも、 そのお人形と通じ合っていられるからだそうで、そのお人形も、筆になってでもおじにさんと一緒にいたかったのかな、と思って、少しだけ肝がってごめんと思った。が、その後が強烈だった。この子がそこまで私と一緒にいたいなら、やはり筆を注文しますとお客様。ハサミを入れてない毛ならいいよねと。さらに次の日。 差し出してきたのは、明らかに、明らかに人毛、しかも、縮れている。誰のだあれでもってことは、そのお人形に植えてある髪の毛ってまさか。これってやっぱり、お客さん本人のだったんだろうか。同僚に、死人の毛じゃなくてよかったじゃん。と言われたけど、そんな問題じゃねえ。 しばらく立ち直れなかった。人形者が洪水にあった。ご近所に住んでいる人形者の奥さん。前に住んでいたところで洪水にあったらしい。その頃はまだ子供はいなかった。旦那さんが大切なものはまとめて持ってくれて。あと、 お前の宝物を持って行きな、と言われて、お母さんの代から可愛がっていた、オールドビスクっていうの、それを連れ出したらしい。お母さんの塗ってあげたドレスを何着も持っていて、彼女も仕立ててあげて、衣装持ちの美人な子だったって。そして、屋上というか、物押し場に避難した。2階の上まで水がすごい勢いで流れていて、 狭い物干し場でバランスを取るのも危なくなってきていた。やがて救助の人が来て助けてもらう順番を待っていたそうだ。そうしたら近所の人が飼っていたらしい小鳥の入った鳥かごが今にも沈みそうになりながら流れてきた。中に鳥も庭いて暴れていてこのままでは沈んでしまうと思った時に彼女はとっさに人形を離して 鳥かごを拾ってしまった。彼女のあつらえてあげたグリーンのドレスを着た人形は、あっという間に流れに飲み込まれてしまったらしい。すごい後悔したけど、目の前で生き物が死んじゃうのは見捨てられなかったと。その後、災害の後も落ち着いて、旦那さんの転勤で東京の方に越してきて、子供もできた。確か、今年小学校に入ったのかな。 自分もたまに見かけるんですが、活発で可愛い女の子。それで、ここからが怖い話なんだけど、その子が喋れるようになった時くらいから、その子の夢の中にお姉さんが出てきて、時々遊んでくれるんだって。子供が言うには、そのお姉さんは金髪で、緑の洋服を着ていて、お姫様みたいな格好だと。 そして、怪我をしてて左手がなくて、いつも悲しそうであまり喋らない。もちろん、子供に人形の話をしたことはないし、写真とかも見せたことはないらしい。彼女は今、ブライス人形車で、当該するような人形は持っていないそうだ。子供も、年長さんになって、コンモルのお友達と活発に遊ぶようになってからは、 あまりその子の話をしなくなったので、彼女はもう気にしないようにしているそうだけど、人形は恨みを話しに子供のところに現れたのかな。それなら怖いんだけど、自分的にはなんか、かわいそうな話だと思った。本物の素材。知人の女性映画、 仲間数人を誘い、部屋で宴会をした。仲間というのは、フィギュア者、人形者混合舞台。たわいもない話で盛り上がり、いつの間にか数人の仲間が、終電を逃していた。A の部屋は、狭いワンルーム。仲間の中には男性もいたので、A に遠慮して、荷物だけ部屋に置かせて、しあすまでカラオケ行ってくる。 と必要のない荷物を部屋に置き、出て行った。A と残った仲間 B は、そのまま就寝。しばらくして、A は B のうめき声で目が覚めた。見ると、B が寝苦しそうになっている。B ちゃんどうしたんだろう、と起き上がろうとした瞬間、ものすごい力で床に押し付けられた。誰かが A の上に馬乗りになり、 首をがっしりした手で押さえている。強盗か変質者かとパニックになった。A は、そのまま意識を失ってしまったらしい。翌朝、というか、数時間後に帰ってきた男性人の押すインターホンで、意識が戻った A と B は、部屋の隅で震えている。聞くと、B も似たような目にあったらしい。これは男性人の誰かが、 と疑いつつも、着衣などの乱れはない。第一、男性人は鍵がないから入ってこられるわけがない。男性人を部屋に入れ、恐怖の体験を告白。すると、男性人の一人 C が、ぽつりと、それ、俺のせいかも。A の部屋に置きっぱなしにした袋の中から、一体のミリタリーフィギュアを出した。 そういえば前日、装備式、俺が作ったんだ。と見せびらかしていた人形だった。手先の器用な C は、ミリタリーショップや、古着屋などで、軍の払い詐欺品を買いあさり、フィギュアに着せる装備を、本物の素材で作っていた。歯切れで十分なので、痛みの激しいものでも、安ければ買い込んで使っていた。 そして何を考えたか、フィギュアを持ち運ぶときに使っている、おくるみは、寄せばいいのに、本物の死体アンチ袋から作っていた。死体アンチ袋の件は、前日は聞かされていなかったので、その場は阿鼻教官。その場の全員からフルボッコの攻撃を受けたシーは、そのままフィギュアをお寺に持ち込まされたそうだ。寺でも、 差し出すのは装備品だけに負けてくれないかと言い出して、再びフルぼっこ。ちなみに私は、この話を A と B と C、両方から聞かされている。A は二度とフィギュア車なんか家に入れるかと憤慨するし、C は懲りずに余っている布で、また作ると言っている。だからミシン貸してくれと。うん。板挟み。 人形の夢。こういうこともあるんだな、という話。悪夢を見た。なんか、床が透明なマンションを、地下から見上げているような視点の映像で、住人の生活がよく見える。各階ごとに、子供がいる部屋の様子ばかり目に入って、特に、おもちゃ、人形で遊んでいる子供ばかり見上げている感じ。 そのうち、どこからか声が。悔しい、悔しい。あいつはあそこにいるのに私は、と叫ぶ。すごい迫力で飛び起きたけど、目が覚めても耳に余韻が残っているような気がしたほど。話は変わるけど、子供の頃、近所に手癖の悪い兄弟がいた。狡猾な兄弟で、公園など、 外で遊んでいる子供の家に、あたかも一緒に遊んでいる最中のように訪れ、子供部屋からおもちゃを盗み出していく。しかも、しまい込まれて亡くなったことに、すぐに気づかないようなものばかり。私も、私の姉も、被害に遭っていた。姉妹で多分、リカジに十体近くだと思う。困ったことに、 親たちがその兄弟の親に、窃盗について詰め寄っても、取ったものがどこにも見当たらないので、親は知らぬ存ぜぬで通していた。その兄弟の妹に昨日出くわした。個人的に、人生において二度と関わりたくない人間ワーストワンなので、極力避けて歩いてきたのに、偶然、外食先で出会ってしまった。 実に15年ぶりに出会った彼女は、慣れ慣れしく、私のテーブルに同席し、懐かしい音を繰り返し、一方的に昔話に花を咲かせ始めた。そこからこう一時間、彼女の独壇場。食事も終え、いい加減うんざりした私は、引導を渡すつもりで彼女に聞いてみた。私から取ったもの、どこにあったの 彼女、悪びれもせず、お兄ちゃんと庭に埋めてた、親にバレるとまずいから。彼女が当時住んでいた土地は人手に渡り、今はマンションが建っている。夢のことを思い出して叫んでしまった。私は彼女に伝票を叩きつけると、医者料、これぐらい払いなさい。とそのまま店を出て、コンビニに直行。 昔よく食べた駄菓子を大量に買い込み、自宅に戻ってから仏前に備え、埋められたおもちゃのために手を合わせた。ただの夢ならいいけれど、おもちゃが現役のおもちゃを妬むなんて、かわいそすぎる。明日、姉を呼んで、駄菓子で盛大に、奥洋という名の飲み会をするつもりです。後日談。 風の噂に聞いた話。ドキュン兄。勤務先である工事現場で、本人の不注意により浮き埋めに。命に関わる怪我はしなかったけど、あちこち骨折で、全治何ヶ月の重傷。ドキュン妹。建築工事中の、空き地の残土入れにはまって転倒。足首骨折。どういう具合か、残土に膝まで埋まって脱出できなくて、 人が通りかかるまで高一時間埋まりっぱなしだったらしい。二人とも埋まるネタっていうのが、まあ、因果応報だと思うけど。ちなみに私は、庭にバラの苗を植えようと、穴掘り中、昔埋めたビー玉を見つけて、和んでしまった。そういえば、リカちゃんを勇者に見立てて、宝探しごっこをしたっけな。 棺に入れたバービー。突然ですが、私の出身地区にまつわる話でも。その地域では、火葬の時に棺に人形を入れて一緒に焼く。人形は、個人の持ち物でも、人形を持っていなかったら、新品でも、とにかく何か人形を入れている。もう二十年近く前だけど、 その地域に残る親戚のおじいさんが亡くなった。直系の子はおらず、奥さんともだいぶ前に死別しているので、当然人形など持っていない。仕方ないからと、私の家族が帰郷する際に、新品のバービー、急に言われてそれしか用意できなかった。それを持参した。私の子供心にも、見慣れた理科とは、毛色の違うバービーは、 とても素敵に見えたものでした。お葬式の後、亡くなったおじいさんの家に集まった親戚たちが、精進落としとして食事をしていた。子供たちは別室で遊んでいなさいと軟禁状態。はじめのうちは初対面の親戚だらけで緊張していた子供たちも、次第に打ち解け、持ち寄ったおもちゃで遊び始めた。その時、 一人が棺に入れたはずのバービーで遊んでいるのを目撃。いけないんだ。それおじいさんのだよ。おじいさんには私の人形をあげたから、いいんだもん。ダメだよ。おじいさんの取り替えるって言わなかったでしょ。ここまで来ると、その子は黙ってしまいました。どうやら、棺の中にある人形を、隙を見て交換した模様。私は、 個人が胸元に抱いていた人形であるバービーも、座った目で、取り返っこしたとつぶやくその子も怖くなって、大人たちのいる部屋へ逃げ出してしまいました。随分後になって、父親にその話をしたら、父は真っ青。私は知らなかったけれど、あの葬式の後から、あの子は精神に変調をきたして入院。数年後、病院から抜け出して徘徊し、 なぜか廃材置き場に捨ててあった産業用冷蔵庫で、以下、ご想像にお任せします。おじいさんが何かしたのか、役目を奪われた人形が何かしたのか、おかげで、バービーが見るのもダメなほど怖いです。そう祖母と市松さん。飛行機を使わないと会いに行けない。 曹祖母に会ってきた。なんとなく、話の流れで、最近市松さんを集めているんだ、とカミングアウトしたところ、話してくれた。曹祖母は、裕福な家の末娘だったが、年頃になった頃から、家は傾いていき、やがて夜逃げ、そして離散。曹祖母は遠くに嫁いでいた姉のところに、 身一つプラス可愛がっていた市松人形一体で転がり込んだ。姉は、そこそこ裕福な商家に嫁いでいたので、曹祖母は店を手伝ったりしながら暮らし、十年ほどのち、遅めの結婚をした。明日は結婚式、という夜のこと。就寝中、妙に喉が渇いた曹祖母が身を起こすと、棚に置いておいたはずの市松さんが、 枕元に、しかも正座している。ぼんやりと、金色に光る市松さんは、深々とお辞儀をすると、ご結婚おめでとうございます。私がお守りできるのも本日まで、今まで、私を妹のように大切にしてくださって、ありがとうございました。それを見た曹祖,祖母は、涙が止まらなくなったのだけれど、不思議と、 その涙は金色だったそうだ。翌朝目が覚めたとき、市松さんはちゃんと棚に座っていたから、夢かもしれないけど、と曽祖,祖母は言っていた。当の市松さんは、曽祖,祖母の結婚から数年後の深夜、新居近くで起きた火事に巻き込まれて消失。曽祖,祖母は、生まれたばかりの息子を抱えていたので、 一松さんまで手が回らなかったそうだ。その時も熟睡していた曾祖,祖母を誰かが揺り起こしてくれたので火事に気がついたとか。なんだかその話を聞いて、やっぱり人形には何かが宿るんだと思った。私までもらい泣きしてしまった。